静かなる防衛です。ご視聴いただきありがとうございます。今日は、ジェネラル・アール・フォードの意外な真実、隠された原因、そこには何があったか。今現在、ジェネラル・アール・フォードは、ドックに行って修理中です。修理整備を施している最中です。その整備の中、いろいろな問題が発覚しました。ジェネラル・アール・フォードは最新鋭空母、原子力空母となっています。電磁式カタパルトや先進着艦システムによりフォード級一番艦として誕生しています。大きさはミニ月球とほぼ変わらず332.8メートル、40.8メートルの幅を持ち、最大の幅は78メートル、建造費130億ドルの超高額空母となっています。ミニ月球は第7艦隊ロナルド・レーガンが332.9メートル、幅が 40.8、 最大幅が 76.8メートル、建造費は62億ドルです。建造費を見ると倍は違いますね。フォード級を一隻作るのにミニツ級は2つできるという格安の空母となっています。それでフォード級の今現在何が問題視されているのか、それは最新鋭カタパルト、電磁式カタパルトです。このカタパルトの性能はまだまだ確立されているわけではなく、悪天候でも 100% 稼働するという保証はないのです。それどころか隊員の話によると、電磁式カタパルトよりも蒸気式カタパルトの方が安定しているとの話もあります。電磁式だとミサイルを搭載した重さや天候など複雑に絡んでくる計算をして自動で発射させています。まあ、問題がこれだけならまだいいのですが、改善の余地はあります。しかし先進的な着艦システムにも
また不具合が来てるのが現状です。新型着陸制動装置これも電磁式と水圧で制動を行っています。問題は故障率がかなり高く、次々に電磁式カタパルトで航空機を戦闘機を飛ばしても着艦できないのでは意味がありません。従来の着艦式に変更した方がいいのではという声が数多くあります。それともう一つ大きな原因がエレベーターが全部で11機ついています。この11機のエレベーターも電磁式、何かと電磁式が絡んでいますが、エレベーターが今現在正常に動いているのは2機だけで、2機動くだけでもやっとのところです。130億ドルかかってまだ完成していない、そんな高度級原子力空母を今後購入するよりもトランプ大統領はミニッツ級を何隻か作っていった方が格安ではないのかと考えています。フォード級は今現在3番艦まで予定をしていますが、2021年までに3番艦まで、しかしその計画は大きく遅れてくるでしょう。フォード級の現在の進行状況は、艦隊は出来上がっているのに主要なカタパルトや着艦システム、エレベーターなどの不具合で全く稼働しておらず、艦隊はできても他のシステムが稼働していない状況です。多くのミニッツ級原子力空母は多く展開しています。
建造費が130億ドルと62億ドルでは、やはりミニ地球は2つできる計算が高いです。コスト増や維持費を考えるとなおさらのこと。それに中国の脅威が迫っている現在、原子力空母を建造するスピードをもう少し上げていく方がアメリカにとっても有利なのではないでしょうか。中国も3隻目をもうすぐ建造完了する見通しです。中国は建造スピードを上げていますが、性能云々はまだ未定な部分が多いです。ミニ地球の実力はもう世界で分かっている範囲で最強の原子力空母になっています。果たして今後フォード級はどうなることやら、楽しみな部分もあります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。